53歳女性、豆乳グラタンさんの穴。学校でプロ野球。50数年ものの穴です。父が言っていた信じられない話、それは戦後プロ野球の試合を学校のグラウンドでしたことがあるという話です。父自身も見たわけではないということでしたが、球場も少ない時代だったのでそんなことになったということです。しかし野球に詳しい知り合いに聞いても知っている人はいません。学校のグラウンドで行われたプロ野球の試合はあったのでしょうか。学校のグラウンドで行われても公式な試合と認められるのでしょうか。ご存知の方は教えてください。ねえ、学校のグラウンドだもんね。まあ50数年前だと、まあ土地事情とかも違うだし、まあプロ野球事情とかもまあ相当違うと思うんですけど。確かにですよね。さあ、この穴の担当は、はい、野球大好き蛍原健二、キレイなドルが担当いたしました。ねえ、まあ学校のグラウンドつってもね、様々ですよ。そうだよね、名門校のグラウンドなんかプロ顔負けのグラウンドあるな。ここもそうです。球場みたいなのが学校にあるんですからね、名門校、ね、名門校は、甲子園常連校なんかは。そういうとこならまあ話は通るんだけども、はい、ですが、まあじゃあちょっといくつか情報を紹介していきたいと思います。まずは31歳男性、奮闘さんからの情報です。サッカーのプロリーグ J リーグでは収容人数が1万5000人以上の球場で行われないと公式試合と認められないそうです。プロ野球の公式戦の条件は分かりませんが、やはり球場に条件があるのではないでしょうかという情報なんですが、まあ野球ではなくサッカーですから、サッカーこの J リーグではこうやっぱこの公式試合と認められるこれ条件があるみたいなんですね。でもだってそうじゃないと、えらい狭いところでやってホームランパッパーパッパーが打って、その今日一日で俺王選手の記録破っちゃったよみたいな、ね、いや一試合何ホームランみたいな記録もあるじゃないですか。そういうのが気軽に更新されても困っちゃいますからね。まあだからですね、ちょっと僕あの日本野球機構というところに電話をかけて聞いてみました、するとですね、プロ野球の公式戦ができる球場の条件というのがですね、両翼レフトライトの方向でね、両翼の距離が325フィート、およそ99メートル以上、でセンターまでの距離が400フィート、およそ122メートル以上あるというのが条件だそうでございます。本当に、はい、後楽園スタジアムってこんななかったよね、多分、後楽園スタジアムって両翼90メートルって表示になってて、ほうほう、しかもその90メートルなかったんじゃないかって言われてるぐらい狭かった、まあ、いつ正しいとかがあったり、いつできたとかあると思うんだけど、広島市民球場って両翼99メートルもないでしょ、多分ない球場にフェンスの規定とか多分ここがついてると思うけど、川崎球場はそれこそ打った勝ったの、その水道とかで川崎球場の後になったグラウンド使ったけど、とてもじゃないけど90メートルなんかないよね、99メートルなんかないよね。もうまあただそのこれに準ずるぐらいの緩めでも、まあ、規則はないと。そうですね。なんかね、で、あとはですね、バックスクリーンの条件もあるそうでございまして。バスクリーン？バスクリーンの。バスクリーンの？バットスクリーン。バスクリーンってそのお風呂の時なんですよ。終わった後入るお風呂にバスクリーンをどれぐらい入れていいみたいな、邪魔になるぐらい入れないようにお母さんが怒るだけですよそれ。あ、そうか。そうですよ、バックスクリーンはですね、あっちね、センターの前にあるごめんね、バカだな ホームベースから見てそのリーグに所属する最も背の高い投手がオーバースローで投げ下ろす時に手を伸ばしてもはみ出さない大きさが条件とかね。へー、そんな漠然としたルールになってんの？一応これね、まあ日本野球機構はね、こういうルール規定とか条件があるそうなんですよ。中日のキャンプ今週見に行ったんだけどさ、沖縄まで、はい、したらネルソンっていう外国人のピッチャー、2メートル4センチって、でかい、やばい、
そいつすげえ球投げる25歳なんだけど、テスト生なのね。こんなやつメジャーリーグがほっとかねえんじゃねえかと思ったら、うん、はい、もう若い頃にヤンキースの2軍みたいなとこ入って、うん、いきなり6勝0敗で、もう1軍入れようかと思ったら、なんか偽装結婚のシンジケートに入ってた、ね。偽装結婚したらバレて、アメリカに永久に入国できないんだって。だから日本でプロ野球選手にならねえと食ってけねえっつって、すげえ一生懸命やってたよ。俺は相当アメリカに入国禁止する。日本でもだって結婚詐欺したらね。まあまあそうですけど、まあまあ、だから他の外国人選手と気合の入り方が全然違います。ああ、それ違いますよね。俺あいつ勝つと思うよ。しなくともあいつ2メートル4センチのあいつがオーバースローで、うん、で投げても、うん、それ手の先がバックスクリーンが出ちゃうと見えにくくなるかな。そういうことなんですね。そういうことなんだ。あれ緑一色になってるから、要するにピッチャーとボールが見やすいじゃないですか。うん、あそこが例えば水玉模様だったらボールどうだよってなっちゃう。確かに。だからあそこお客さんも入らないでしょ、バックスクリーン。はい、そうでしょ。ああいうこと、ああいうこと。そういう条件とかね。で、まあ要はですね、そのこの条件っていうのもいくつかあるんですが、うん、その試合をね、主催する球団がこの球場で試合をしたいという申請を受けた後に、うん、日本野球機構がその球場がその視察してですね、うん、野球の試合を開催するのにふさわしいかどうかを決定するそうなんですね。まあだからその設備とか条件がこう万が一揃っていても、この日本野球機構がこのグラウンドとかですね、あとはもしくは何かの理由でふさわしくないと判断する可能性もあると。まあ、いうことなんで、でも実際は申し込みがあってから審査するから、絶対とはどっちも言えない。そうなんですね。ただごめんなさい、はい、どこに今連絡してるんでしたっけ、日本野球機構です。あの素直に、はい、あのプロ野球の公式戦を学校のグラウンドでやったことってあります、うん、っていうのを聞いて。そうなんですよ。ね、そう、そうですよ、うん、だから俺はそれを聞かずに切っちゃってから一回電話出た。うん、そっとすぐかけ直してくれ。かけ直し一回切ってから、あれ今通りそう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 だろうよ。そうですよ、リダイヤルですよ。だからR ボタン前ですよ。それはちょっと聞かせてくれないです、聞いたらですね、うん、なんかね、そんなのちょっと資料がないか分かんねえと。おお、まして50年ものですから相当古いもんで、うん、ただなんかね、この公式戦のこのルールとかはですね、これね、昭和33年、1958年ですね、に整備されたそうで、うん、昭和33年以前は基準は今と違うらしいです。ああ、ってことは、うん、あなの言ってる50数年前なら、はい、ルール整備前なのね。そうなんですよね。だからそうなると学校のね、グラウンドでもやっちゃえよみたいなね。はいはいはい。あ、なるほどね。昭和33年にこうきちっとしたルールができ始めるから、これより前に認可されちゃってた球場だったりすると、はい、そのさっき言った後楽園スタジアムが狭いと、もしかしたらそうかもしれないね。さあ、そんな中でですね、一応面白い、この面白いというかありがたいメールいただきました。43歳男性、カープ魂ジャケンさんからの情報です、プロ野球ファンだった祖父が戦後学校の校庭で行われたプロ野球を見たそうです。ロープを張って客席と外野を分けていたそうです。もはやさ、名門校の球場でもないよね。ね、グランドでフェンス名門、そうなんですよ、客席と外野のロープ。野球の創世記にはこういう話があったとは聞くよ、うんうんうん、でももうプロ野球ってね、しかも戦後のプロ野球においてこんなんあったの、うん、で、これだけ。そうだ、ただこの方ね、おじいさんの話だから、うん、それがいつどこの学校で行われたか知らないと。ねえ、ただね、そんな中でものありがたい情報も続いてあるんですが、うん、こちら43歳男性ノーマットさんからです、うん、第二次大戦後最初のプロ野球は1945年、うん、昭和20年に東西対抗戦が行われ、うん、その翌年にリーグ戦が始まります、うん、リーグ戦開幕に合わせて巨人は初めてのキャンプを行ったそうです。キャンプ地は名二塁手で名高い千葉茂さんにゆかりの愛媛県松山市の旧制松山高校で行われたそうです。キャンプがあれば公開練習や練習試合が行われたと思いますという情報でございまして、なんと巨人は旧制松山高校のグラウンドでキャンプ張ってたんです。それもすごい話だけどね。高校のグラウンドですよ。今キャンプみんな立派なところでやってるから、高校でね、うん、体育の授業
の後に、うん、あの体育あんま長引いちゃってるの川上哲郎さんの休み練習が始まるからってなんかすごい話だけどそうでしょ。はーでもなるほどね。この途中に練習試合とかオープン戦とかあれば、はい、オープン戦とかねそれもありえるね。ありえると。公式戦は分かんない。キャンプはね、そうなんです。公式戦はまあ公式戦があったのかどうかというとこでございます。うん、キャンプで使うってことと公式戦が行われるってのは全くもう別次元の問題ですからね。うん、そうなんですね。あの別に今だと沖縄キャンプとかで、あの普通に練習試合として組まれる練習試合とオープン戦ですら違うからね。はいはい。あ、そうなんですか。今日阪神と日ハムは練習試合やってますけど、これなんかもう試合前に監督同士でルール決めてもいいぐらい。あのバッター13人でやろうよとかやるよ。練習試合のレベルだと別にほら今日調整させたい外国人選手がいっぱいいるから守るのは当然9人だけど、あの指名打者を3人置こうよとかやるからね。へえ。オープン戦はおそらくその、ルールに乗っ取らなきゃいけないから、例えばここまでの選手しか出しちゃダメだよとかありますけど、まだまだオープン戦のルールがあるでしょうね。だから練習試合、オープン戦、公式戦、2軍戦、いろいろあるから、そうなんです、ね、どこまでのレベルが行われたのかね。そう、さあそこでね、さらにまたこの情報ね、52歳男性、片道さんからでございます。戦後に学校のグラウンドで行われたプロ野球の試合が行われたのを知っています。お当時あったホームランという野球雑誌でその記事のことを読みました。はい。それは1950年、昭和25年に、田辺高校で行われた巨人対阪神の2軍戦です。ああ、2軍戦か。その記事を送りますのでご覧ください。ということで記事を送っていただきましてね。古い感じの雑誌のコピーだな、これ。はい。昭和25年ですから、終戦で5年後。あ、2軍。キー大和路を行くタイトルだね。へえ。これね、田辺高校っていうのはこれキーって書いてますが、やっぱ和歌山県ですね。で、大和路ですから、その奈良の方にも遠征をして、阪神巨人が4試合その奈良和歌山回ったみたいですね。いい記事だな。公式戦に常に接している都会のファンにとって2軍戦など関心がないかもしれないが、野球といえば軟式さもなければ土地の高校野球、ぐらいが公式としては関根山という地方ではそれが2軍であってもプロ野球といえばあればファンを動員する。うわ、すごいよ。だってほらすごいでしょ、この頃の写真が瓦屋根の校舎の前にいっぱい普通に人いて、その間にフェンスも何もなくて野球やってるよ。すごいお客さん入ってますね。すごいね、超満員だね。ねえ、寺本選手の実家から送られた名物のポンカンに舌包みを打つ巨人の選手で、若手の選手、新の選手の家から、まあ、キリアタが滋賀で営業やると、営業先におばあちゃんがちらし寿司を持ってるのと同じ感じですよね。ね、あとの記事によるとね、センターの後ろにその公衆便所があって、うん、ホームランがその上に落ちたりとかですね。あと外野フェンスの代わりにね、学校の椅子を並べてフェンス代わりにしたんですが、うん、これ午後5時になって学校側がね、この椅子を片付けてしまったとかね、このハプニングがあったんですね。でもさ、その巨人阪神とかがそういう、うん、まあ、ユニフォームが来てプロ野球がやるんだけど、そりゃんですよ、すごいよね。時代の娯楽ですからね、ナンバーワンの娯楽でしょ。これどこなんだろう。で、学校なの。田辺高校という田辺高校、はい、ここのグラウンドで行われてるね、和歌山県ですね。すげえな、すごい記事でございます。だからプロ野球の試合としては2軍戦はこれで間違いないから、間違いなく50年前に見たのは2軍戦なんじゃないの、はい、どうさあそこでどうさあどうでしょうかさあの略ね、どうさ KY みたいなね、どうさ、なんだよそれ、ね、DS どうさ、ね、次もね、重要な情報が届いたんです、はい、これ55歳男性杉田さんという方から届きました、市民球団の広島カープは創設時、県内に適当な球場が少なかったことから、企業や学校のグラウンドで試合を行いました。1953年、昭和28年4月1日には太陽松竹ロビンズとの試合で尾道西高校、現在の尾道商業高校のグラウンドで試合をしていますという情報を送っていただきまして、これ一軍かな。これね、対戦カード分かったでしょ、この広島カープ対太陽松竹ロビンズ、うん、ロビンズ、はい、はい、で試合が行われた日付4月1日、なんで覚えてんだろう日付まで、すごいでしょ。うーん、それでね、
もうこうなったらこれ尾道、現在その尾道商業高校ですね。あ、そうなの、うん、当時尾道西高校だった、うん、ブランド。もうじゃあここの学校電話しちゃえと。でしちゃえわ。調べてかけました、うん、するとなんとその尾道商業高校で一番古い校長先生が、うん、そんなことは知らないと。うん、まあ50年も前ですよね。そうなんですよ。校長先生だってそれは限界ですよ、全然子供ですから、でね、ただその校長先生がその尾道西高校、当時その尾道西高校の野球部のエースだ、うん、エースだった備前義雄さんという方を紹介していただきまして。あ、備前さんは結構有名だよ。知ってますか。尾道西高校 OB のあったんですね。それを俺の生まれる前の選手ですけど、はい、多分二軍監督とかやってるわけですよ。そうなんです。私もねちょっと調べたらですね、うん、広島カープになるとこの備前さん1950年昭和27年にここ卒業後、うん、これ球団がねできて2年目のこのカープに入団してるんですね、うん、でその年の開幕戦でいきなり先発して勝利投手になっております。それで1960年昭和37年ですね、約10年現役生活を終えまして、うん、なんとその現役生活115勝を挙げていらっしゃいます。それでね、その当時はまあ代表する投手なんですが、引退後はコーチ、そして二軍監督、うん、でチーフスカウトを務めてですね、うん、あ、そうだ、チーフスカウトとしても聞いたことあるね。はい、はい、なんと2002年までのこの50年間、選手裏方としてこの広島東洋カープを支え続けた方なんですね。これはさ、入団が、はい、27年でしょ。昭和27年ですね。それ25年に、20何年だっけ、この日付は28年の28年にやったわけでしょ。4月1日絶対出てるよこれね。だって、うん、しかもこれ10年間で115勝してるってことは、はい、早咲きでの選手だから、もう絶対このご当地の試合出てないわけがないよね、うん、そうなんですよね、うん、もしかしたらあの勉強じゃないぐらいのもう ローカルルールも知りたい感じのあの講習勉強とぶつけちゃえみたいな、うん、ありそうだね。まあこの備前さん現在74歳、ね、とてもお元気でございまして、お実は電話をかけてお話を伺うことができました。その模様を聞いてください。学校のグラウンドでね、プロ野球のその試合をやったことはあるんですか。はい、やります。ある。はい、しかも公式戦をね。公式戦をやったことあるんですか。はい、あります。そのことはやっぱ皆さん覚えてらっしゃいます。私が先発しましたんでね。備前さんが尾道西高でね、はい、公式戦をやるときに私先発しました。そうなんですか。はい、お客さんでのこうどれぐらい入ってらっしゃったんですか。いやー、そう尾道、当時尾道はそういうような球場もなかったしね、はい、グラウンドに縄を張ってね、はい、縄を張って、縄を張っていわゆるフェンス代わりにしまして、はい、そうですね、4、5000ぐらいじゃなかったんですかね、よくはっきり覚えてないですけど。じゃあフェンスとかそういうものはないわけですね。ないんで、全くないんです。バックネットがあっただけなんですよ。はあ、じゃあもう一塁側、三塁側、もしくはその外野フェンスなんてのものはなくて、なくてそこロープで張ってるだけ。はい、ロープを張っとるんです。へえ。だから例えば三塁ゴロをファーストへ暴投したっていうことになれば、跳ね返るとかなんとかになるし、もう直にそれが観覧席に入りますからね。そうですね、ツーベースになるような形ですよね。あ、じゃあもうエンタイトルツーベースとかなんかこう。そうなんです、それもありました。なるほどね、はい、それで一番ね思い出に残っとるのがね、はい、カープの打った打球に対してはロープを下げてね、はい、ホームランにしようホームランにしようというような感じのことをやってましたよね。俺ね、この伝説自体は聞いたことが、そのロープを、はい、そのフェンスがない時にね、うん、そのロープを張ってしたら観客が自分のひいきチームの打球は外野フライなのでロープをどんどん前にするしっていうのが、うん、あったみたいのを、うん、野球のこうちょっと雑学本みたいなの読んだことあるんだけど、はいはい、俺それはもっと前のいわゆる昭和一桁とか10年とかのもうできたばっかの野球ってものが頃、うん、の話だと思ってた。昭和28年で、でこの試合もね、しかも先発だったよ、備前さん俺投げたよってでね、
残念ながら、結構打たれて負けたのを覚えてる。悔しいだろうな、自分の母校でね。でも言われてみればこのね、その、はい、備前さんのその尾道の試合じゃないけど、田辺の方の2軍の試合でも、うんうん、めちゃめちゃそのグラウンドの2軍の選手のバッターボックスと、うん、観客席っていうか、まあ、近いんだよね。距離ないですよね。これさ、ファールなんか飛んでたら大怪我するよな。ですよね。すごい。ただ迫力はあるよね。そうでしょうね。そうですよね。すごいな。そら揉めるよな、ね。でまあね、こうお話いろいろ、まあ長いお話いろいろ聞かせていただきましてね、まあやっぱりその広島その市民球団っていうのもあったもんですから、その当時はですね、広島市民球場まだないんですね。なるほど。でね、広島県営球場が本拠地だったそうでございますが、はんはん、またやっぱこう広島のそのやっぱ市民球団ですので、広島のこういろんな地域回って、その試合を行うと。あれも関係あるんじゃない、伝説のそのタル募金って言って、うん、あの広島を経営するのに、はいはい、広島の駅前とかにタルを置いて、うん、広島の経営にお金をって言って募金活動をいつもすごい貧乏球団でしてたっていうから、これ地方遠征試合とかやった方が集まりも良さそうじゃん、はい、なんでね、やっぱね、まああの食事なんかもね、うん、その土地の野球ファンがいろんなごちそう持ってきてるんでお腹いっぱい来るんですって。ああ、そうか、まだ昭和28年はもはや戦後ではないより前だから ね、戦後もバリバリの時だからね、そのジャイアンツのその、 あの2軍戦の記事にも寺本選手の実家から本館持ってくるって、ね、そうそうそう書いてあるからね。最初の試合でもやっぱりこういろいろ回ってたそうで、でね、他にもですね、これ、ね、1940年代にこれ富山県の高岡工業専門学校というところで、はい、これ現在のそのソフトバンクホークスの前身であるですね、グレートリングという球団と、はい、現在の千葉ロッテマリーンズの前身のゴールドスターというのが試合しております。さらにはですね、これ50年代、1950年代は新潟県の柏崎の高校で巨人対太陽の試合になりました。この時代あったのね、公式戦でも。まあでもその備前さんもおっしゃってましたが、そのグランド状態っていうのはひどい石ころだらけのところでも普通にやってたと。公式試合も。すごい話だね。じゃあもうその学校に限らずいろんなところで野球やってるんです。でね、この備前さんがおっしゃって一番面白かったのがね、お墓が外野のとこにあって、うん、お墓とその上に山があるんですけど、その山を削って観客席にして野球試合やったそうなんですが、観客はね、お墓にはもう座って見てたそうなんです。わあ、ちょっと街当たりな。大丈夫。生年野球好きだった方なんでみたいなことでも、しょうがないんじゃない。墓石の上にね、腰掛けても、でも外野ももうここにあるんだからしょうがない。まあしょうがないですよね。当たっちゃいますよね、ボールとかね。その代わりに目離さない、一瞬たりとも目離さないで見るよね。とよく怪我しなかったなと思って備前さんもおっしゃってましたね。怪我人が出なかったなと思うっつって。で逆に人間さ、そういう風に絶対的に集中してみろって言われました。でまたほら、今みたいにいつでも野球見に行ける時代じゃないから、はいはい、野球を見に行くっていうことがもう2時間3時間試合やっても一瞬たりとも気を抜かずに楽しいんだろうな。いやこういう地方でやっぱやってたらお客さん集まりますしね。だって俺たちこういう草野球のグランドレベルで見てみたいもん、プロのプレー。そうですね、相当なスピードに見えるよ。そうですよね。今東京ドームとかなんかこうエキサイトシートとかですね、はい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 、あとレナテの相当なもんだよね。あのフィールドシートっていうのもすごい低い位置で見れるのがありますけども、まあ広島県営球場の頃もね、お客さん巨人戦とかだと多いから、うん、一塁三塁のファウルグラウンドのとこに椅子並べてみたんですって。エキサイティングシートの走りだ。全然やってたらしいですよ。あ、なるほど。関係性があんまないもんね、県営球場の。そうなんですね、考えたらね、県営球場の頃が。なんか古き良き面白い時代だったんですね。そうなんです。だからちょっとこれはどうもね、結構いろんな試合やってたそうですね、20年数年前は。はい、コナンの情報を送ってくれた皆さんどうもありがとうございました。ラジオ一中に光る日曜日の秘密基地。いやでもなんかプロ野球の古き良き時代の話とかをさ、はい、うん、その備前さんとかにもっと聞いておきたいね。そうですね。備前さんっておいくつ？74歳。全然若いよね。びっくりするぐらいはっきりしてるね。そうなんですよ。2002年までやってる、つい最近まで球団のスカウトは。なんかそういえばそうですよ、広島のスカウト網はすごいみたいな、特集でも見たことがあるような気がしますね。いやなんかちょっとああいう人の話は聞いておきたいですね。